もう全員がもう総力戦やぞ、ピッチャーも。だから今までイニングの中で球数考えながらやってたけど、今日から違うぞ。ピンチになったらその時にワンポイントでピッチャー行ったり変えたり、もうそういう形で行くから、もうとにかく総力戦じゃ。ええな、はい、よしこ、よしこ、はい、あー痛い。あ、自分もお願いします。これめっちゃ楽になる。今日はちょっとあれやね、今まで違うね、相手が。そうですか。頑張らないといけます。投げたいっす。え、虹や、虹2個ある。見えます、もう見える見える、2個ありますね。使ってください、これぜひ。やすだ、いや、やすだ、JP、 JP、 JP、 最下、よいしょ、チャウ。第1ラウンド最終戦、本当に負けていい試合なんて1回もない、1試合もないと思って、全員集まってやっていきましょう。よし、さよー、よし、今日は悪いところが全て出ましたね。投手陣も疲れが出てきて、前半に4点、この7イニング制で4点は重いですよね。そこに持ってきてミスが絡んで、次のイニングも4点でしょう。もうあそこで勝負あったかなというような感じなんですけどね。まあ、そのバッテリーの中でもうまくいかなかったことっていうのが、まあ、その多くて、まあ、その審判の癖っていうのをなかなかつかめずなってしまったっていうのが、まずその課題点だなっていうのがあって、まあ、よりもっと工夫を入れて、まあ、やっていけば全然打ち取れるバッターばっかりだったので、まあ、そこに関しては、まあ、次に向けてやっていきたいなっていうのがあります。あの、馬淵さんに次の試合につなげるためにもやっぱ1点というか無得点にはできないっていうことは言われてたんで、そこでやっぱ、まあ、初ヒットもそうですし1点も取れたんで、まあ、そこは良かったかなと思います。まあ、自分の強みっていうか、それはやっぱ守備だと思うので、やっぱバッティング悪くてもやっぱ守るっていうことはしっかりできてるんで、これからもやっぱ両方上げていければいいなと思ってます。もうスーパーラウンドはやっぱ全勝するしかないんで、決勝ラウンド行くためにやっぱそこをファイナル、まあ、そこを狙ってっていうか、まあ、負けれない戦いがあるんで、全勝全員でできるように明日から切り替えて頑張っていきたいと思います。ジャパンの選手たちがもう一回台北と当たるんだという気持ちでですね、気持ちを切り替えてやってもらいたいと思ってます。